者とは付き合いません。うん、残念だけどリスナーさんとね、俺は、だってずっと同じこと繰り返してるじゃん。絶対うまくいかないよ。マクドでなんか、それでもいいね。まだお腹空いて、結構食べたけどな。まだお腹空いてる？モナさん。ぽっちゃん？デブってこと？全然あれだけど。ちなみにパルに暴露されたジャガーさんは100キロぐらいあったと思うけどね。年取ったらわかるよ。見た目じゃないから。見た目がいいに越したことはないけど。ただいま。おかえりなさい。あれ配信してる？してないよ。放送しな、ね、見てた。せっかく来たし放送して、ね、つけな。来たら俺終わるから。来てもらったしな。よいしょ。木の風船みんなありがとうね。ありがとう。あ、くまさんありがとうね。最近ちょっと心霊配信が怖くないな。怖いとこ教えて。あんま怖くない。ちゃんとしたとこ行こうな。きつねさんありがとう。モナタン始まったら終わるわ。あのね、廃墟あるんだけど、廃墟ってね、基本的にね、立ち入り禁止なんだよ。だからね、通報されたらもうアウトなの。不法侵入になっちゃうの。あ、もう静岡行くわ。あの樹海の中に学校とか村があるんだよ。聞いたことある？青木ヶ原の樹海の中に学校とか村がある。だから俺さ、パルに24日呼ばれたじゃん。その帰りに静岡でやろう。で大阪行って名古屋も寄ってちょっと旅しようか。でまあ好きなとこ行ってオフパはしないけど適当にして、でまたゼロニャのとこ帰ってこよう。だからまあ20日以降ちょっとプチ旅しような。だそういうつもりでみんな。20日ぐらいからちょっと大阪行ったりとか旅しようかね。でまあわらプロさん、わらボットさんに声かけて前もしてもらったし、あの樹海の中の学校行こう、見に。夜の学校怖いでしょ。で夜の学校今誰も多分行ってないと思うんだよ。だから要は廃墟みたいになってるから、知る人ぞ知る学校にわらぼっとさんと潜入しよう。で俺電波なくてもわらぼっとさん枠で見れるし、言うならわらぼっとさんの配信でもいいしね。この前どうだったの、あのカレンちゃんたちが面白かったの見た人。結構本格的だからね、わらぼっとさん。まあそれでね、パルの誕生日も祝いながら、ね、でゼロリストに遊んでもいいしね。あ、ココア君ありがとう。でもね、じゃあ一回終わるわ。面白くなかった？モナタン始まった？みんなありがとう。あのまたあの寝落ち枠ね、
1時ぐらいからやるから一緒に寝ようね今日も。いい子は寝るときは来るんで、うん、眠たくなかったら来なくていいけどね。ありがとうございました。さらばガニ、またね、バイバイ。